演舞開演。どうも、本日はこちらオイシスの照り焼き卵バーガーを食べたいと思います。照り焼きと卵ってあまりこうした形では一緒に出てくるイメージないんですよね。なんかどっちかだけっていう感じで、マクドナルドとかだったらよく出てくるんでしょうけど、失礼しますけど、これでは中身見えませんね。さーて、では中身をご対面。おー、結構卵が入ってるような気がしますね。ではいただきます。確かにいつものあなたのイメージとは違いますね。あなたハンバーガーの卵と聞くと目玉焼きのイメージがあるんですが、これはそれではなく、どちらかといえばサンドイッチの卵サラダに近いイメージの卵でした。それが口の中に広がり、照り焼きの醤油のタレとうまく絡み、ハンバーグも食べ応えがあって美味しかったです。ただやっぱり目玉焼きの方がちょっと好きかなという気もしました。難しいのかもしれませんが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。